なんかいないんだよね、 NPC が。これ何現象、みんな直線の可能性。いや直線はさ、マジ怖いよ。もうシーズン3においてね、あの直線はね、ちょっとね、裏ボスになりかねない逸材だとミコは思ってるんでしょうね。少なからずあの物資の集め方は尋常じゃないぐらいうまかったんで、ちょっと直線はね、ヘイトをね、あのこちらに向かせないようなね、感じで、ちょっとね、昨日はね、まあ、やり合いましたけど、直線ね、やはりね、凶暴だわ。もうね、ミコがね、ちょっとピンクの弱ハンマー持ってただけでね、ミコのことを撃ち殺してきたんすよ。これが戦いなわけ。いや、やはりね、ちょっと直線は、直線には逆らえないミコ。